イチローコールが大きく大きく高まってきました。イチロー肖像記。後ろスタート。さあ伊藤の送球はどうか。いいボールですが早い早い。スタートを切りました。いいスタートを切っていましたがセーフ。どうですか。これはどうか。アウト。逆を突かれました。一郎ね、彼はね、もうどんな試合でも平常心でやるわけですし、まあ、あの故障のところがどうかなと心配、デッドボールが心配だったんですけど、まあ、あの大丈夫みたいですからね。バンドールのプレー、リラックスした状態でのプレーというのはできませんね。それは当然なんですけど、はい、その中で力を出すといかないといけないですよね。イチローが打席です。今日はヒット1本放ちました。オリックスファン、神戸のファンから見るともう1本。はい、そうですよ。そしてピッチャーライオンズは香取となっております。初球打ったぞ。大きいぞ。神戸の思い、神戸の思いはバックスクリーンまで届きました。私は何も言えませんよ。素晴らしいの一言だけ。イチローというのは本当にすごいバッターです。それがしかもバックス
チの時にでもきっと勝利の女神たち君を近くで守ってくれる青い稲妻に飛び乗ってゆくのさ空の果てまでも輝けブルーウェイブ渦巻けブルーというところで、イチローの初球、このホームランもう一度見たいと思うんですけれども、手を挙げてこう左右されてないか、22歳の中心バッターイチロー、この同点ホームラン。このところあまりホームランが出ないイチローだったんですよね。だから昨日もそうですけれども、昨日もこの先頭打者で。高めの球、イチローが待っている、ボールが落ちてくる、取った、スリーアウト、イチロー久しぶり、外野スタンドにボールを投げ入れました。このある面じゃ気の毒な部分があると思うんですけどね。それしかないというね、ホームランでの得点、もうこれはね、完全にね、一転して、もうオリックスのペースですよね。長打った、これはヒットになる、大島は二塁ベースを回った、回った、回ってきた、上がってる、さあ、そのままだ、さよならだ、イチローはさよなら、オリックス優勝、イチローの長打によって、オリックスがフラットでサヨナラ勝ち、パシフィックリーグも直球に輝きました。待ちに待った